大杉久子遺骨奪取事件は、1923年12月16日、東京や中西城にて、アマーカス事件の被害者3名の告別式が行われる、前、無政府主義運動の労働運動者の通夜会場に、右翼団体、大価会の下取りしるつくりらが押しかけて、証拠を装って、遺骨を奪い去った事件である。大杉久子遺骨強奪事件とも言う。 1923年9月16日に天か事件により殺害された大杉久氏と伊藤の絵、立花の総一の遺体は9月25日陸軍衛樹病院で検出された後、大杉の弟であるイサムと進む伊藤の叔父で育ての親でもあった大淳介、友人の安成二郎、山崎傑や、服部浜地、村木源二郎の7名で身元確認がなされた。 腐敗が進行していたため、先に仮装することになった。9月27日、落合仮装場で、ダビに付されて、大杉と伊藤の4人の遺児を含む、遺族、友人らが骨を拾った。10月2日、遺児らが分骨された遺骨を、伊藤の郷里に持って帰った。虐殺からちょうど3ヶ月後となる。この日、3名の告別式が社会層の形式で、東京で行われることになっていた。 前夜から本郷駒込片町の労働運動車で通夜が行われていた。一方、大価会会長、岩田富夫によると、その3日前、牛込加賀町の大価会本部に憲兵隊の防止が訪れ、甘春がせっかくやった大杉久の告別式が、こともあろうに、警視庁の許可を得て公然と谷中西場で行われるという。これじゃ、 憲兵隊のメまるつぶれだから潰してほしいとの依頼があったのだという。それが事実かは不明だが、ともかくそれを受けて、岩田らは、告別式に乗り込んでめちゃくちゃにするつもりでいた。しかし、会場の谷中最上には、警察が大量に動員されていて物々しく警備、されていたので、殴り込みは断念した。代わりに遺骨を奪えば葬儀は、潰れるだろうということで、 津屋会場を狙うことになった。早朝、2台の自動車で、労働運動車に乗り付けた、大価会の一行は、黒門付き羽織袴を着た、下取茂造りが、労働者風の2人を連れて、中に入った。応対した、岩佐作太郎に、福岡県飯塚炭鉱、下取茂造という名刺を差し出して、大杉先生を尊敬していた、証拠がしたいと言って奥畳に上がり込む。 通夜の客がいる横で、下取りは余敗に木霊をした後で、さっと白布で一つに包まれていた三つの骨壺棒を抱えて立ち上がり、ピストルを取り出すと、この骨は、俺がもらったぞと、ドスの効いた声で言った。下取りはピストルを構えて玄関に立ちふさがり、驚いて飛び出してきた、近藤健二、古田大二郎、和田久太郎、村家を威嚇しつつ、包みを仲間の二名に渡した。 渡された二名は、車で待つ寺大根次郎の元に走っていった。夜と撃つぞ、いや、空砲だと押し問答があって、下取りは発砲して一発が、近藤の耳をかすり、板べに当たった。さらに二発威嚇射撃をして、弾は、大杉久氏の家にも当たった。実弾に驚いて、人々が道を開けると、下取りはすかさず逃走した。しかし、キャクラアラキストは怒って追いかけ、 半丁ほどで追いついた。約30名に包囲された下取りは酒に酔っていたとも、言われ、ピストルを取り上げられて、かなり殴られるが、異変を聞きつけた、私服警官が身柄を確保した。下取りは、逮捕されて、駒込警察署に渡された。その頃、寺田は車を急発進させて、現場を脱出。遺骨はさらに岩田に渡された。寺田は後に、岐阜駅で逮捕された。 遺骨は奪われたが、もともと無宗教でやる予定であったので、国別式は続行されることになった。遺骨の代わりに三人の家を先頭に隊列を組んで、労働運動者から谷中西場に出発。大杉を痛むために集まった参列者は約700名で、葬儀は盛大に行われたが、無政府主義万歳の大合唱が始まると警察が介入して中止解散を命じて、 幕切れとなった。他方、大阪と岡山でも同じ日に、アナキストや社会主義者が集う追悼集会が催されることになっていて、事前に警察の許可も取り付け、たくさんの特攻や制服警察官がいる中で行われた。大阪天皇区全福寺での追悼集会は200名以上が参列した。しかし、国色戦線者の久保譲るの長寿の文言が、 過激だということで警察の妨害が入り、こちらも途中で中止となった。警察が警備する中で遺骨を堂々と盗まれたことは、たとえアナキストのものであったとしても、警察のメンツを潰した。事前に噂もあり、下取りの逮捕で事件の対価会の関与は明らかで、あったので、本部の捜索が行われたが、遺骨は見つからなかった。内務省警保局長の岡田忠彦は、 なお、アリシャの北一期を呼び、北に、彼の皇帝である岩田を説得して、遺骨を返還させるように口利きを依頼した。12月25日、岩田富夫は、警視庁に出頭して、剣骨を、湯浅倉平警視総監に返還した。しかし岩田は、主犯とみなされず、犯行現場にもいなかったので、不起訴になった。二日後に遺族が警視庁を訪れるが、 この12月27日に、虎ノ門事件が起き、遺骨返還は、先送りになった。一方、下取は、主犯として起訴され、年を越した1924年1月に、懲役66月を休刑された。静岡県静岡市青育靴の屋霊園にある墓。1924年5月17日、大杉勇がようやく3人の遺骨を、警視庁より受け取った。遺骨は、 5月25日、大杉久志の妹、柴田菊が当時住んでいた静岡県の静岡市立、靴の屋霊園に葬られ、現在もそこに墓がある。ところで、下取りは、大墓会の客分の扱いであったというが、出所後、岩田は、報酬として3万円もらっていながら、下取りにはたった7000円しかやらなかったことが分かって、二人は、大喧嘩になったという。下は、 内科会を脱会し、刑務所を出たり入ったりで後に自殺するのだが、和田久太郎は9月2日の福田大将狙撃事件で、逮捕された後、刑務所で思いがけず下取茂作りしげるると、再会することになった。ありがとうございます。